はいどうも、カパンチです。いや、もうお話する前にちょっと私事なんですけどね、昨日あたりからちょっと怪しかったんですけど、いよいよ本格的に風邪ひいたようで、寒いけど暑い、体痛い、かかとも痛い、いろいろ痛い、そんな状況なんで、でなんかね、やっぱ喉も変なんですよ。ちょっと声出しにくくて、なんかこのずっと調子悪くて、こ先月末ぐらいからね、なんかこのだるーい感じでこの動画、 取っ,ちゃってあの本当申し訳ないところなんですけど、さらに今日はなんかこうグだグだになりそうな気がするんで、なんかちょっと聞きづらいかもしれないんで、あのー、ね、そういうときはスルーしていただいた方がいいかもしれないですこう喋って、しってでご覧いただいてるので、なんかこんなこと言うのも変な感じですけども、まあそれでもね、まあどうだろう、もしかしたら明日あたり、ちょっと本当に急遽お休みになってしまうかもしれないんで、一応まだね、 今日は今のところそこまでではないんで、えー、お伝えしようかなっていう感じで撮ってますんで、まあ、もしよろしければお付き合いいただけたらと、えー、そんな感じで行ってみましょうか。えー、っと、最初はですね、まあ、連日はあの、なんだろうな、まあ、迷惑行為というようなの、犯罪ですかね。まあそう、ね、だって損害賠償沙汰ですからね。 うん、まあ刑事なのか民事なのかそれはちょっとあの実際に被害に遭われた方がね、えー、スシローさんとかね、うん、あと他にも吉野家さんとか松屋さんとかいろいろねこのカラオケ屋さんとかいろいろありますもんねうんまあそれぞれがどうするのか分かりませんけれどもでねあと全然これ別の話で実際にこれあの事件が起きたのは、えー、ともう2年3年前か18年4年前か で、それがなんか、最近判決が出て、ね、世の中そう甘くねえぞ。捨てたもんじゃないかなっていうのがちょっと正直思った。あ要は、やらかしました。やらかしたっていうか、まあ、本人たちはいたずらのまたこの TikTok に動画を投稿した。で、それがね、ね、えー、いたずらやね、ね、えー、ふざけただけだっていう言い訳が通用せず、えー、と2000万円の損害賠償あっていうのがあって、 えー、どうだろうな、まだ判決確定ではないのか、実際に提訴っいうことなのかな、うんえーと、第1回口頭弁論か、ずいぶん時間かかりますね、日本の裁判ってね、うん、これ覚えてらっしゃるというか、ご存知かな、場所が福岡県なんですよね、締、えー、町、締町かなのアパートの,この受水槽な、なんて言ったらいいんだろう。 あるじゃないですか、あの四角いなんかタンクみたいなの。ね、その中で泳ぐ動画をお撮影してね、TikTok に投稿した。あで、それによって、えー、まあ被害、損害を被ったんで、弁償、あとまあまあ取引停止。な子供じゃないんですよね、これなんか下請けの従業員、業者、うん、取引相手、取引先のおなんかその、 社会人ですね。だから子供じゃないです。子供のいたずらじゃないんですよ、そもそもが。うん、しかもなんか仕事請け負っといて、下請けってことはそうですよね。うん、親会社があって、えー、仕事もらっといて、でそれ引き受けといてで、そこの業者のね、従業員が、こうなめたまねしてるんですよ。 それは損害賠償求められますよね、うん、でも被告側はね、えー、請求の棄却を求めてるんですよ。なめてんなやっぱり。うん、で、えー、被告側が棄却を求めるなんてもういい度胸だよな。何なんかげんこつ23発許してもらいたいんですっていうそういうノリなのか、うん、いや分かってねえな。 えー、だって20代だろ大人じゃねえかよな高校生じゃないよねうん子供だからって言い訳は、まあ、まず通用しないよねこれねで、えー、福岡地裁のあ最初の第1回、えー、口頭弁論ですかね訴状によるとこの受水槽は大和ハウス工業が建設した賃貸アパートに設置されたものですよと。 現行の会社が大和ハウスから受水槽の給排水設備の工事を請け負った別の会社から工事の一部を受注して、うん、下請け、孫請けみたいな感じなのかな、これ。で、その一部をそれぞれ福岡県内で設備工事業を営む当時20代の被告2人に委託していたと。一人社長みたいなことやってんのか。 えー、ところが2人はアパート完成直前2018年9月1人が受水槽内でめっちゃ気持ちいいと話しながらパンツ姿で泳いで,でもう1人が動画を撮影、えー、後日ネット上の動画投稿アプリ TikTok に投稿していたとでこの動画が19年6月になってツイッター上に転載されると100万回以上再生されて騒動になったで発覚したんですよね このため、イ和ハウスは、受水槽の交換や、給水管の洗浄、入居者への慰謝料などで、約1085万円の負担を強いられ、最終的に原告の会社が同額を支払ったと。で、この原告の会社は、他のほか騒動により別の大手取引先から新規工事を打ち切られ、えー、今後3年間得られるはずの約7400万円、利益を失ったと主張。 でえー、弁護士費用を含めたあ被害額は8700万円以上に上るとし、二人に一部を損害賠償請求したと。全額請求しないで一部ですよ。ね。一部なんだけれども、断るとか言ってるんですよ。やらかした奴らがね。ふざけてるよな。うん。いや、もう問答無用で社会的に制裁加えないとダメだよ。いや、舐めてるよな。いやいやいや,いや泳いだだけでそんな怒らなくてもいいじゃないですか、みたいなノリなんだろ、どうせ。うん。 あと、この弁護士だよな。うん。だって、昨日のさ、あれ昨日じゃないっけなあ、そうそう。だから、その、精神鑑定がどうしたとかさ。あ、どうせ弁護士の入れ知恵だろう全部。うん。舐めてるよな。なんか、弁護士、なんか、弁護士ってさ、なんか昔の司法試験ぐらいにこう、もう一回難しく戻した方がいいんじゃないのじゃなかったら、もっとなんかその、適正っていうのかな。 でもな、結局検査する、テストする、ね、審査するやつらがもうそもそも持ってかれてるんじゃん、なんなも意味ねえしな。なんか、弁護士って何かこのや、なんかふざけたやつばっかなのかな。ねえ、まあ、ばっかってことはないと思いますけど、ねえ、どうしてもこう、まあそういう商売なんかもしれないけど、だったらもうなんかこの司法制度ですかね。なかこの仕組み変えてもらいたいですね。何も弁護士っていうポジションを全部なくせとは言わないですけども。 なんつうか、例えば、明らかにこの被害と加害がはっきりしていて、実際に自分たちでこの映像を撮ってさ、ね、わざわざこの、ね、動画投稿サイトに投稿して、だからもう動かぬ証拠なわけじゃないですか。ねそこに弁護っていらなくねと思うんですよ。 どうにかしてこの罪を軽くする、ね、賠償金額を下げるその作業いらなくねって思うんですよねなんか全然なんていうの覚えのないなんかこの罪をかぶせられてね、うん、全く関係ないなんかよくわかんないけどこの借金処和されてとかさそう詐欺にこのなんか巻き込まれたとか騙されたとかだったらわかるんですけどそうじゃないじゃん 明らかにこいつらじゃん。ねこいつらのせいで得られた、受けられたはずの仕事を失って、で、損害、だってその根拠も明確に示されてるんでしょうん。ね本当は今期、この、ねこのどこどこさんからあ1件、まあ、別のどこどこさんから、まあ、2件、まあ、何件でね、ねこの8700万という数字が上がってくるのかちょっとわかりませんけどで、それが不意になったと。こいつらのせいで。うん。ねえ、 加害側、被害を受けた側、加害者と被害者がもうはっきりしてるわけじゃん。証拠もあるじゃん。数字で、んていうのかな、被害額ってのはもう明確に出るわけでしょ。それをこの下げようとする作業いらなくねうんだこの弁護士、弁護士の,なんていうの,この立ち回りっていうのかな、役割っていうのかな。 どうかでもなんかいらんことしてるように思えるんだよね。まあ依頼人のね、なんかこの、守る、うん。のは仕事。なんかそれなんか制限かけた方がいいと思うんだけどね。うん。ね、被害者が、ね、依頼人、ね、被害者の都合とかはっきり関係ねえから。うん。だったらそもそも、ね、うん。なめたふざけたことしてんじゃねえよって話ですよね。うん。そもそもこの弁護士雇って、 ね、この罪軽くしよう、ね、賠償金額下げようなんていう、そういう動きをしてる時点で、まあ、反省ゼロだろ。ね、やっちゃいけないことやっちゃいました、すいませんっていう気持ちが欠片もねえのがよく出てるよな。うん。じゃなかったらもう、ね、この被害金額、別になんか関係ないのも全部、全部一切合切、ね、追っかぶせようとしているとか、そんな立ち悪いところじゃないんだろうん。飲めよ。 足掻いてんじゃねえよ、うん。って普通に思いますけどもね。だからまあこのこれが、これも結局決心したわけじゃないんで、今後どういうふうに転んでいくか分かりませんけれども、た、まあ、多分なんかね、この数字の通りにはならないような気がすんだよな。なんか日本のこのね、裁判とかさ、このやっぱ司法、丸ごとなんかおかしいよな。日本社会がそもそもおかしいから当然おかしいのか。ね ふざけたまねし腐ったやつ、犯罪者、罪を犯したやつ、やっちゃいけないことをやったやつを徹底的に罰する。うん。で、被害者のケアをもっとね、この充実させる。充実させるって言うとちょっと言い方おかしいですけど、そっちだよね。社会がなんか動かなきゃいけないのはさ。うん。罪を犯したやつなんかみんな丸呑みして、まあ、とっとと捕まえてぶち込んどきゃいいんだよ。うん。って思いますけどもね。うん。だってこんだけわかりやすい。 ね、はっきりしている案件で、うん、弁護士つけて何あがいてんだよなふざけやがってっていうふうにしか思わないですねだからなんか結局このスシローのねスシ、うん、テロリストの小僧とかも、ね、なんか精神鑑定でパーソナリティ障害だからとかね、うん、なんかたわけたことなんか話出てきてますけど、うん、ふざけんなって話ですよね、うん、しょうもないいや学校自主退学したんで知るかよ最初から言ってなかったって話だったじゃねえかよ、うん だか,らなんかこうね、罪を犯した方の、ね、都合とか事情とかそんなもん関係ねえよと、うん、やったことに対して、ね、被害が発生してるんでしょ、うん、償えよ黙って償えよって思いますけどもね、うん、だからそういうふうにならないのがそもそもおかしいと僕は思うんですよね、うん、だから結局さ、ね、やったもん勝ちみたいな状況出てんじゃん。 ね詐欺とかよくそうじゃん。ね仮に最悪、最悪とか言っていねなんか、まあ、運悪くかなんだか分かんないけど、ね詐欺ってさ、ね、何千万とか何億とかさ、ねうん、しのいでたやつらなんか、ねたまたまなんかこうね、裏切り者かなんかでこのね、うん、引っ張られて、なんかこの歌われちゃってさ、ねこのパクられてね、ねぶち込まれたとしても、でどうせ何年かこう、まずい飯食って我慢して、出てくれば、また詐欺ればまた稼げるから、まあいいかな、みたいな。 だからもう再起不能に追い込めるように、このなんか刑罰をさ、もう、なんていうのかな。もう一通り全部見直して、この重くしてもらいたいよね。うん。いや、ワンチャンなんかなくていいよ。うん。いらねえよ、そんなの。そんなやつ、社会にもう一回放たれたって迷惑だよ。うん。って思いますんで。うん。この辺は、なんか、どうやったら変わることあるのかな。変わんねえのかな。今のツボジャパンじゃな。うん。 反日,反日社会、反日国家の反日社会に成り下がってっからね。うん。なんかこういうふざけた真似し、だって取り締まる方がさ、ね、うん、悪事働き倒して、ね、私服肥やしてるやつばっかりだったらさ、ね、うん、真剣に取り組むわけはねえよな。うん。腹立つわ。まあ、なんとかね、このスシロー小僧とかさ、ね、あの辺がね、がっつり、ね、締め上げられることをね、うん、願ってますけど、なかなか。 可能性は低そうですね、どうやらね。そうなれって言ってるんじゃないですよ。うん、ということで、今回以上ありがとうございました。ではまたごきげんよう。